この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル、何もかも謎に消える海域の海だ。お化け出るんだここの海。ギャー、やだー、悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほほ、よっほほほ、よっほほほほ、ほほいのほい、よっほほほほ、よっほほほ、よっほほほ。出たー、よっほほほほ、ごきげんよう。よほほほほほほ、何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる、骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことよりお前、俺の仲間になれ。え、いいですよ。おーい、死んで骨だけ、ブルックです、どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はヨミヨミの実を食べたために一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは、奪われた影を取り戻すため力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。他の皆さんと合流して森を抜けましょう。うまいねえな、ゾンビに聞いてみるか。霧が深くてよく見えねえな。皆さんはどちらに。私たちは慎重にコツコツ進みましょう。覚悟しろ。はい、俺の仲間ミナだったか。よっとよっ、あっ、すんません、わからねえっす。よっよっ、おかっと、よっと、はっ、よっと、うんせん、よっ、ほら、よっ、ガボットボンナカ、よっ、あやだだだだ、やりよっと、よっ、ほのカタリナ、ガボットボンナパン、ピストル、死んで骨だけブルック、ほの花
ずやお役に立ってみせます。ここを開けますから勘弁してください。生きてきました、骨だけに。迷いの森なんて私怖くて死んじゃいそうです。あ、私もう死んでました。よっ、死んでる場合じゃねえけど、よかった、無事ね。助けてくれ。今も森山最初は俺の分身ドッペルマンだ。ゾンビども、こいつらと遊んでやんな。さあ、モリア、出てこい。助かった。俺たちはスリラーバーク被害者の会。みんなモリアのやつに影を取られたんだ。だから私と同じような海賊がこんなにもこの島に、ちょっと面食らってしまいますね。骸骨だから私面なんてないんですけども。よほほほほほ、スカルジョーク。骸骨野郎、ふざけんじゃ。やめなさい、すでに死んでいる。同じ被害者ということは私たちの敵は同じ。ここは協力し腹をくくってモリアに立ち向かいましょう。骸骨だからくくる腹ないんですけど。よほほほほ、いい加減しばくぞてめえ。もうしばいたらいいわ。よっと、エスカルト。よっ、被害者同士協力して戦おうぜ。そういや、この先にも誰かいたぞ。仲間かもしれねえ。よし、行くぞ。ゾンビたち、あれを私んとこに連れてこい。ゾンビ！
できたか。よっ、そこにいたか。ちょっと目を離すとすぐこれだ。よっと。倒さねえと森は抜けられねえぞ。はっ、よ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 っ、セカンド、よっ、はっ、よ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 っ、やられる予定だったのに。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。ん？もし生まれ変われるのなら、俺は怪になりたい。最低だ、死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ほら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 、てめえもここまでだ。ネガティブホロー。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。ネガパナに一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。よっ、あれ、ふっ、はっ、やりふっ、よっ、にぐー、よっ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 、風船、はっ、よっ、はっ、何かしら。ビビってる暇はねえ。早くモリアの城に向かうぞ。周りのゾンビどもを倒せ。ガボットボンナパン。ガボットボンナパン。よっ、レッド。
しもべオーズだ。ルフィのゾンビだと。オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。かかってこい、麦わらの一味。あのでっけえのをぶっ飛ばすぞ。決まっちゃ進めねえな。おめえら足の材料を集めてこられるか。任せろ、すぐに調達させるぜ。あいつら守って持ってこさせろ。よっ
海賊がいる気がするぞ。鬼みてえな奴らだ。だけ材料がありゃ十分だ。橋ができた。もうちょい待てよ。この装飾が不満だ。こいつの野郎、暴れすぎて怖いんだよ。宝を持って逃げるぞ。はっ、よっ、この子お宝を抱えて逃げる気ね。こんなことは絶対させないわよ。ゴーストプリンセスを甘く見るとどうなるか思い知らせてやる。この私が追い詰められるとは。戦っている相手は麦わらの一味だな。てめえは桜花七部街の一人、暴君バーサラミュックマ。モリアの部下か。モリア様、いや結婚モリアとはもう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい？そんなこと聞いて一体どう。
でもやっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて怨念渦巻く古城のほとりで過ごしたい。今のあの子は消えた？泥棒猫だな。麦わらの仲間モンキー D ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた目的は何？本当に七部会？何をしようと俺の自由。狙いはルフィなの？こいつやばい。ここで止めなきゃ。